吉谷さん、青春してますね。なんかすごい代表選手のなんか友達付き合い、人間関係続いてる。それは続くでしょう。羨ましいですよ。そういう風なね、青春の爽やかな思い出は私には全然ないですね。ところでね、私腕立て伏せ連続100回はできますよ。120回ぐらいならできますね。今でも100回を切ることはないです。で、私が20回ずつやるって言ったのは腹筋ですよ。腹筋を20回やって、それを5セットで、休憩はそうですね、30秒から1分ですね。そのインターバルを置きながらやれるとは思いますけども、ちょっと試してないんで何とも言えません。腕立て伏せは全然可能です。200回はいかないと思いますけども、さすがに100回は全然いきますね。今でもね、まあ、それぐらいのこと毎日してますんで全然大丈夫です。言いたいのはそこじゃなくてね、爽やかな青春の思い出でしょ、吉谷さん。裏話と言いますか、私ね、そういう風な共感を呼ぶようなストーリーっていうのは、例えばハワイで衣装を売ったっていうのは誰も共感しないですよ。そんなこと知っててもやらないでしょね。で、網戸で月収100万とかもやらないでしょ。まあ、新垣君やってましたけどね、ちょっと真似してすごいですね。そうですね、私がね、共感して、わあこれは共感したなっていうのは、あのちょっと面倒事を起こしてかっこつけて助けに行って、まああのちょっとヤクザさんの事務所に行くことになって、そこで散々な目に遭ったと、ボロ切れになって追い出されて、まあなんとかね帰れたというね思い出。これはね、他の人も共感したことがありました。あ、俺もそれあったぜみたいなね。まあそのぐらいですかね。 あとは牢屋に入った思い出で、あの私も麻雀で経営してると、懲役から帰ってきたお客さんっているわけですよ。で、自分で言ってましたからね、懲役から帰ってきたんで、わし汚れじゃんけみたいなね願いますとか言ってましたよ私はまあ願いますとかないですけどもね、あの単なる交流なんで牢屋に入っただけですから。まあでもこういう風にね、他の人が覗けなかったところを覗くとかね、他の人が体験できなかったことを体験するっていうのは確かにありましたよ。吉谷さんみたいに褒められたことではないんですけども、まあでもそういった経験がこうやって笑って話せるってことは、きっとですね、まあ悪い日々を送ってないんだろうなと思いますね。過去が卑屈になるってことは今も恵まれてないと思うんですよ。でも過去が笑い飛ばせるっていうのは、もう今はね全然違う世界に行ってて、それこそ自由気ままに生きてると思うんですよ。で、まあ吉谷さん言われてましたけども、私も吉谷さんも似たような再生数ですよ。たまに狙ってね、再生数数千とか数万っていうのを作りますけど、私もね、試しにやってみますけども、まあけどそれ以外はこうやってフランクな話をすれば、いいとこ100か200なんですよ。それでいいと思いますし、それでやっていけるわけですよ。だから YouTuber を目指すね、皆さんね、別にチャンネル登録1000人とかいらないと思いますよ。そんな広告収入だってはっきり言ってそこまで高くないです、暮らしていくほど。だから広告収入を狙ってる以上は、出口のないね迷路に入っちゃいますから、それこそ自己アフィリエイトだけでね稼いで生きていくみたいなことを考えるようなもんなんですよ。自己アフィリエイトを人に教えるとか、アフィリエイトに進化させて報酬を取っていくっていう形にしないと、とてもじゃないけども自分を養うようなそんなね報酬は得れませんし、ましてや月収100万とかいかないんですよ。だからきっかけとして YouTube があって、きっかけとしてアフィリエイト、自己アフィリエイトがあるんだけども、それをどのようにね巨木にしていくかって作業がビジネスですからね。だからその辺多くの方が勘違いして、儲からねえじゃないかとか言ってると思うんですよ。いやでもね、どの道具を使うかじゃないんですよ。その道具をあなたはどう使いますかってことなんですよ、全ては、だからハサミでも刃の方をねこっち向けたら怪我するわけじゃないですか。でもハサミですよって言ったら、もしかしたら勘違いして刃をこっちに向けて使う人がいるかもしれないんですよ。で、自己アフィリエイトとかね、 YouTube 運営見てるとほとんどの人がそうなんですよ。刃の方を自分の方に向けてね、ハサミないけども、自分の方に向けてチョキチョキ一生懸命やってるんで、報酬が上がるどころか危なっかしくてしょうがないんですよね。まあだからこそ診断をしないといけないなと思いますし、修正を施さないといけないなと思いますけども、知らない私がいきなりね、お前これちょっと違うぞって言ってもね、気分悪くなるでしょうし、たとえ塾生であってもその人の運営にいちいち口出したらやってられないと思うんで、私はご相談いただいた時にだけ精一杯お答えするって形にとってます。ですので即可塾に入って何も私にリーチしてこなければ、それは放置されてしまいますんでねそれはお気をつけいただきたいと。即可塾に入っても儲からないんじゃないかっていうのは、あなたが儲かるべき行動をして、その行動でつまずいて、どうやったらこのつまずきが解消できるでしょうかっていうふうなご質問いただければお答えできるってことです。
行動しなければつまずいてないんでどうしようもないですよね。結局最後はやりましょうやみたいなね、やりましょう面談になっちゃうんで、それは本当にもったいないなっていうね、吉田さん思いますよね。まあ、少なくとも早朝から深夜まで、あの部活のね、スポーツの運動部ですらやってるわけですよ、金にもなんないのに、ね、だからね、あの10代の中学生高校生の運動部のね、練習に負けないぐらいやんないとダメですよ。私たちはいい大人になったわけですからね、そこはちょっとね強く言わせてもらいます。自分で前に進むこと、これ以外はないと思います。もうね、そんなこといちいち教わる年でもないと思いますよ。ということで、何か行動して失敗してつまずいた時には、どんなつまずきを持ったのかということを携えてクエスチョンに現れていただければ、アンサーがものすごく的確になるということになります。具体的に失敗をすれば具体的な指導ができます。でも抽象的なことを言われても、やりましょうしか言えませんからね。いってらっしゃい。